はい、どうもこんにちは、ボボテンペイです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。さあ今回なんですけども、まもなくですね、シマノから2022年のですね新商品がホームページにアップされるんですけども、まだね少し日にちがありまして、なんとですね、とある釣り具屋さんでもうすでにですね予約販売されてしまっている公式で未発表の商品がいくつかあるということで情報をゲットしましたので、今回ねこんな感じで、まあラジオ形式ではありますけども、ダラダラとお話ししていきたいと思います。さあまずなんですけども、いきなりですねアルデバランベイトフィネス、さあこちらね私非常に待ってました。これはね間違いなく買いますので、まだまだ発売はしませんけども、インプレしますので、お楽しみにしていただけたらと思います。さあ写真はですね、2016年モデルのアルデバラン XG ということで、とりあえずね、見た目はこんな感じなんですけども、6年の月日が流れますので、このね、外見もまた変わるのかなという予想でございます。一応ですね、ベイトフィネスリールというのは、原型のベイトリールありきだということで、原型のベイトリールができない限りベイトフィネスリールは出されないというのが定説だったらしいんですけども、今回はねアルデバランがベイトフィネスで先行リリースということで、もしかしたらなんですけども、そのアルデバランの形で今あるね 30mgl みたいな形で発売されるかもしれませんね。さあ気になる発売日ですね。発売日はですね、左ハンドルが2月下旬、右ハンドルが4月下旬ということですね。そしてリールの自重ですね、リールの自重は 130g で、ギア比ですね、ギア比はですね XG と HG ということで、2つの異なるモデルがラインナップされております。16年モデルのアルデバランはですね HG がなくて通常のノーマルギアでした。それがですね2022年ベイトフィネスはノーマルギアがハイギアとなりまして、そしてもう一つが XG になります。さあこんな感じですね。とりあえずスペックはですね、なんかあまり変わってないようなんですけども、やっぱりね気になるのがブレーキシステムですね。まだまだねそこがネット上に流出してなかったのでね、見つけることができませんでした。はい、さあ続きましてこちらですね、シマノのエクスプライド、こちらがですね2022年モデルで2月発売予定だそうです。さあとりあえずねパッと見 2610ML の2ピース、そして 272XH ですね。でですね、ここがですねちょっと問題になってまして、去年もですねこういった形で発表されました。有名な釣り具屋さんらしいんですけども、つい最近ですね再確認しましたら、なんと消えてました。はい、もしかしたらねシマノの営業の方に怒られちゃったのかなとか予想してますけども、いかがでしょうか。多分ですね、多分まあアルデバランとエクスプライド、こちらはねもう発売決定なのかなという感じです。なんですけどね、1月21日の結果を見てみないと分かりませんので、そこだけはね申し訳ないんですけども、ご了承をお願い申し上げます。さあエクスプライドをね見ていきたいと思うんですけども、こちらはですねシマノ公式のホームページで、旧モデルなんですけども、公式ホームページを見ながらこういった番手が出るんじゃないかな、こういった番手が欲しいなというのを見ていきたいと思います。はい、エクスプライドということで、ちょっとね旧モデルなんですけども、こんな感じですね。で僕的にはですね、この黒のエンドグリップが好みじゃなくて持ってないんですけど、まあ、それでもですねすごくこうクオリティの高い、コストパフォーマンスの高いですね、すごくいいロッドなので買ってね間違いない商品でございます。なのでねシマノが好きな方、ぜひともねご購入を検討してみてはいかがでしょうか。はい、さあラインナップですね、ほぼほぼですね同じようなラインナップになるはずです。ゾディアスもねそんな感じでしたね、ほぼほぼ同じラインナップになると思いますので、あとね技術面もすごく軽量化されたりとかですね、なんかいろいろとあるはずです。まあ、多分まあグリップの方をですね軽量化して、もっともっとこう軽量化されるんじゃないかなと予想はしております。はい、ここからはですねこんなロッドが出そうだねという感じで、ちょっとダラダラと語っていきたいと思います。まずですねグラスコンポジットということで、163の MLG ということで、こちらも多分グラスコンポジットはねずっと
この前のエクスプライドから継承されてますので、多分ねグラスコンポジットはそのまま採用になるんじゃないかなと思っております。でやっぱりね 164L のベイトフィネス、ここら辺もですねもうスタンダードですね。今は相当スタンダードです。で次にね 165ML プラスということで、結構なんかジャークベイト専用のロッドみたいな感じですね。ただこういったプラス系はですね、発売が後になるかと思います。多分まずですね先にスタンダードモデルというんですか、ベイトフィネスだったら164ベイトフィネスとかで、次に 165MH-LM ということで、レンタルボート主体のリザーバーやおかっぱりシーンを見据えということで、霞水系とかでね本湖メインで釣りされる方はね結構いいんじゃないでしょうか。ただ僕はね2ピースが軸になってまして、なのでねちょっと1ピースだとちょっと買わないかなっていう感じですけども、さあ次はねもうバーサタイルですね。ここら辺はもう間違いなく出ると思います。 166ML、 166M、 そしてベイトフィネスですけど 168L のベイトフィネス、あとこれも出そうですね 168MH、 まあ、ワーミング系のねロッドですけども、本当ですねエクスプライドシリーズも、まあ、ゾディアスもそうですけど、本当もう多種多彩のロッドがね出てますので、必ずですね皆さんのね釣りにも合う商品がねあるはずですので、まあ、見るだけでも損はないかなと思います。さあ 169H ということで、このね 169H というこのロッドもまあ昔からありますよね。結構バーサタイルのロッドです。はい、でこのね 1610M、 ここら辺ですね 170M の G ということで、これもねグラスコンポジットですよね。だから今回ですねシマノがどんだけグラスコンポジットを押してくるのかっていうのもまあ気になるところではあります。そして 172ML ベイトフィネスということで、結構ですねベイトフィネスだとしてもハードカバーヘビーカバーもですね最近は攻めることが多いので、こういったね番手も出そうな感じがしますね。霞水系のおかっぱりもね本当人気があるので、ここら辺もねシマノ的には抑えずにはいられないんじゃないかなと思っております。さあね7フィートシリーズの、まあ、MH そして MHG ということで、ここら辺もですね結構前のエクスプライドから継承されている部分がありますので、ここら辺もね結構2022年モデルでも十分出そうな気がしております。 173MHLM ということで、まあ、巻物バーサタイルですね。はい、あとねこの辺のエクストラヘビービッグベイトスイングベイトゲームにも対応し、ジャークなどでリアクションバイトを誘う釣りも得意だということで、ね、こういったロングロッドですね 76MH76H76HSB ということで、結構ですねまあエクスプライドはねロングロッドもねかなり充実してまして、なのでちょっと、まあ、今年もロングロッドは結構充実してきそうな気がするんですけども、私的にはちょっとショートロッドもね欲しいので、ちょっとねショートロッド出してくれないかなと思っております。さあねこれも7フィート台のベイトロッドですね。7点の H711XH ということでね、これもすごいですよね。エクスプライドはですねさらに8フィート台とかもっとね長いロングロッドがですね2ピースとしてリリースされていたりもしますので、そこのね抑えどころも今年はどうなるのか気になるところですね。はい、あとスピニングですね 262ULS 263LS ということで、スピニングもですね結構尖ったフィネスロッドがあるのも特徴的ですね。もう UL のロッドだけでこう何種類あるんだっていうね、これも UL ソリッドですけど6.2 フィートと 6.4 フィートの UL があるというですね、これもフィネスの充実度、そちらがね今年はどうなるのか気になりますね。あとは 265MH、 そうですねもうこっちより下になっちゃうと2ピースロッドの方になっちゃうんで、まあ、7フィート台の、スピニングロッドとかもありますけど、ちょっと柔らかいんですよね。なので今年は MH とか H とかそういったね硬いスピニングロッドが出そうな気もしております。さらに下に行くとね9フィートクラスのベイトロッドとかもありますので、まあ、これがね今年はどうなるんだろうという感じですね。さあいかがだったでしょうか。今年ねまだまだちょっと公式では発表はされてないんですけども、まもなくね21日3日後ですか発表されますので、ちょっと気になるところですね。多分ですね多分アルデバランとエクスプライドが発売されると思っております。フライングしてね予約を受け付けてしまったこのねお店ですけども、
今はね消えてしまってますけども、多分ですけど島の公式が発表した瞬間にまた再開するんじゃないのかなと思ったりもしてます。とりあえずですね、ほぼ決定だと思うんですけども、一応ですね何度も申し上げて申し訳ないんですけども、公式にはまだ発表されてないということをご了承お願いいたします。ではですね、また気になる新商品の情報がありましたら動画にしたいと思います。最後までご視聴誠にありがとうございました。ボボテッペイことボボちゃんでした。バイ。